じじ雄三です。本日はですね、こういうことで、ストリウムですね。で、株を始めようというところで投稿していきたいと思います。最高5000円までということで、早速これに、ちょっとこれは2021年、去年の1月21日から始まってます。年2022年ですから、ちょっと随分経ちましたけど、まだ終了日未定ということで始まってますので、こちらから早速ですね、始めてみました。総合講座と解説ということですね、あります。まずこういう順番でですね、一応ですね、これには登録までは2、3日、2、3日で終了するということをちょっと書いてありましたけど、やはりですね、1週間ぐらい見とったがいいと思います。講座開設通知の発送というのがありますから、これは郵便で来ますからですね。これがして、一番下でコードを入力して画面が出来上がるということになります。この特徴としてはですね、従来型株式委託手数料がゼロですね。ゼロと書いてあります。これがですね、一番大きな特徴だと思います。とでですね、株ロットを今合ってますということでですね、私も早速ですね、日産自動車の、株を申し込みました。私の場合はまだ画面には表示されておりませんでしたけどですね、こういうことで始めてみました。初心者向けというかですね、初めての方にはいいかなというところでですね、私も登録をちょっとしてみました。そういうところでですね、画面とこう見ましてもですね、私もちょっと1週間ぐらいかかりましたけど、このストリウムをですね、ここに参加しました。株ロトですね、それと総合解説ですね。こういう流れで解説して、アプリでスマホで株式が手数料無料でですね、できます。それを最後のところのですね、ここですね、さっきもちょっと言いましたように、解説コードがどういうふうに来るかだけちょっと今回説明していきたいと思います。だから確認のためですね、ちょっと全部個人情報で塗りつぶしておりますけど、こういう感じでですね、はがきが来ます。ですね、はがきが来ます。これはですね、簡易書き留めですからね、住所、名前がありますから、それで一応確認するということにちょっとなると思います。この中にですね、お客様解説コードって、ちょっとこれ破っておりますけどね、こういう感じでここにありますから、これを打ち込めば一番最後のですね、こういう感じでパッパッといって、ここで終わりで、解説ということになります。とですね、こういう感じですね。一番はここに手数料ゼロということで、次にこういう感じですね。で、これはですね、紹介者コードというのがありまして、このコードですね、このコードでお友達とかがですね、友人などを招待してプレゼントがゲットできますということで、5名様ということですね。まだ私はまだ昨日入ったばかりで、まだ誰も紹介してませんけど、ゼロになってますから、これが5人までですね。一応ですね、1人紹介することに対して500円のですね、リワードというか、それがありますね。ですね、株のですね、ストリウムですね、もうスマホでするんですからね。そうすると初心者向けになります。初心者向けのアプリだと思います。そういうことで私も登録しましたからですね、手数料がかからないということでですね、入金の方もちょっとまだ全くゼロですからね、入金してませんけどですね、株にちょっと興味あるなという方はですね、スマホでパッとできますからね。で、手数料がゼロですから、このストリームドですね、アプリをスマホに登録されて、
株をちょっと、まあ、自分のできる範囲内でですね、始められたらいいと思います。まあ、そういうところで今日はですね、スマホの株アプリのですね、ストリウムですね、紹介させていただきました。これで終わります。まあ、何かわからないときは私にコメントでもいいですからね、できるだけわかる範囲内でお答えします。まあ、そういうことで今日は終わりたいと思います。ありがとうございます。